ございます。メッセージありがとうございます。 YouTube のチャンネル登録者数が500名を突破したということで本当におめでとうございます。この500名とかね、1000名っていうぐらいがものすごくファンとの関係が近くて濃いんですよね。で逆にですね、3000人5000人を超えていくと発信とその情報を受け取りたい方の間にすごくね差ができてしまうんですよ。というのがね、やっぱりね人数が増えてくると、例えば500人なら500人、これから進むべき1000人なら1000人、全員をね共感させることってのは非常に難しいんですよ。でもっと言えばね、1000人に共感させてしまうと自分の発信したいことってのからどんどん離れていくんですよ。そりゃそうですよね。だって個人的な解釈を伝えてるわけですから、常に自分の意見ってのは少数派なんですよね。で多くの方が納得するようなことを言おうと思ったら、当たり障りのない皆さんに普遍的に感じれるようなこんな抽象的なことになってしまうんで、個性がどんどん失われていくんですよ。ですのでこれからもね、人数が増えるばかりではないんですよ、うん、人数が増えたら逆に薄くなってると思いながら、自分色をね恐れることなく発信していって、そして自分の周りに来てくださる数十名数百名の方との関係を強くする、これでいいんではないかなと思いますね、うん。まあ、で逆にですね、人数が増えることによるメリットもありますので、それはどっちを取るかなってことなんですけども、ね、今回1000名を目標にということで、私もね、とりあえずは1000名までは何も考えず増やしていっていただきたいかなと思います。うん、で活動を気にしてくださる方から問い合わせが入るようになってきて、やっぱりモチベーション上がってきますよね。うん、で改めてね、また600人でも700人でも増えた時に連絡いただければと思いますけども、ここで私が一つアドバイスします。500名を突破したということに対して、皆さんに感謝の動画を撮ってみたらいかがかなと思うんですよ。これがね、600人でも700人でも750人でも何人でもいいんですよ。うん、チャンネル登録ありがとうございましたという、そういう風なね報告を、まあ私してないですけどね、私はしてないんですけども、されたらどうかなと思いますね。とってもね、チャンネル登録してよかったってみんなが皆さんが思われるんではないかなと思いますよね。それではまた会える日までお元気で。